シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。妖怪の毛は消し切りには重心が回使っていくってやつで、リ・サタンの部屋から始める異世界生活リサタ。というわけで今回は重心化回キスキルキラキスキルリラ使っていくぜ。で今回はいろんなクエストで使っていくんだけども、まずはじめに試しに使ってみた結果感想を言うと、すげえ強いわ、びっくりした。もう小町とかモーセばっかに気が入っててあんまり意識してなかったけど、このキスキルリラさんも結構やばいんじゃないかな。まあ、というのが、殴りも友情コンボも両方とも強い。なんか友情ばっかり意識してたんだけども、まあ、そもそも見てみると、超アンチダメージボールに、超アンチワープが、で、ファーストキラーが、まあ、この3つが乗って、とんでもない威力を出せるし、友情コンボの方は、超砲撃が立って、友情ブースト。で、こっちにもファーストキラー。これが乗ってきて、ね、超強プラズマが、まあ、とんでもない威力を出してくれると、ね。いや、すごいね、これ、ビシーって、あれね。これ。が出てくれるということで、結構いいんじゃないかな。で、今回は、熱き輸液の力特エルつけて、全員つけて見せてんだけど、待てよ。横で、行きますか。OK。で、今回は、友情コンボの威力も見せるために、3匹のキスキルリラには、有益の特エルをつけているぜ。やっぱりまあ、こんな感じで、友情コンボ強い。ね。まあ、だけど、まあ、今後俺は、高難易度へしっかりいけるように、ね、このキラーとか、超アビを活かした、殴り特化にしていこうかなというわけで、過激を持っていこうと思っているぜ。これもいけるんじゃない？おお、おお、マジ。いや、友情コンボ強いけどやっぱり過激持っていこうかなって思ってるわ。で、ここ何だったっけ。とりあえずまあ一掃すればいいか。よーし、あ、の残ってる、の残ってるのか。で、今回は、その相棒として、このペルセウスを連れてきてんだけど、まあ、この人は、少しの厳選でスピード500超えて、コネクトスキルを、達成してくれると。まあ、だけど、加速入れる枠ないから、過激速とかそういうの。今回、火のプラススポットで簡単に超えたから、それをつけているぜ！どうしよう。こいつブロックないのよ、今回、ここでは。ここではスズランとかがいいかもしんないけど、あいつスピード500超えるの難しいな。だからまあ、キスキルリラ本人で、過激速とかにして、本人が500超えるのが一番いいかもしんない。さあ！これで、行こうよ。行ってこい！倒しきれ！おぉ！このまま、このままもう一手ずつで倒していこう。いけるでしょ。いや、いける。いってこい。おおおお、見つけてくれてありがとう。ちなみに、ちょみじな。よし、オッケー、ラスト。はまれるこれ。はまるか。いや、無理か。まあ、ちょっと、でもまあ、打って上に行ってもいいし、はまってもいいし。行ってこい！あー！の、圧倒的火力で、圧倒的このパワーで、行ったわ。まあこんな感じで優秀なんだけども、欠点言うと、意外と高難易度ハマってないのよね。で、あと、貫通だったらよかったかなっていう気持ちはある。なんかそこなんだよな、こいつは。オッケー、次。これ結構わかりやすいよ。
すごくね、この火力。まあ、今回はペルセウスじゃなくて、ね、戦型別のやつで構成してるぜ。これでコネクトスキル発動できる。左まで行くか？ちょっと、カナンの顔に、気まずいよ、それ。絶対に。いや、一刻も早くこれ、その気まずい状況を解除しないとな。SS 使って、これでっか。行ってこい！待って。ほぼ弱点捉えずに、削り切ったぜ。やべえな、これ。で、次が、あ、はまってんの。あ、ブーって出る、これ。ブリブリブリ。オッケー、じゃあこれで、ちょうどいいわ。SS 使って上がっていこう。で、カナンの股間を、プラズマでブシッ。行ってこい！ちょっと薄いか？ちょっと薄い？あー、ちょっとやめ！行って！ちょっと、なんかほぼ小マッチやってない？いや、気のせいか。うん、気のせい。キスキルピラー、ちょっと、いや、キスキルリラがやった。とは限らないから、わかった。これ、次俺、キスキルの力で、削りきるわ。いけるか？待って、弱点そこ？これでいけるか？帰り際に真ん中拾う。しゃー！クルパー！やった！すげーな、このやっぱ友情コンボの威力。いや、でも本当に爽快感あるわ。でも、やっぱこの友情コンボって、東堂葵でナナミンがやったように、意外と高難易度、超究極とかで、めちゃ活躍する場合あるから、本当にちょっとよ。いいね。今回はペルセウスで、威力を上げて、ボコしていくぜ。行ってこい！はい、オッケー、全員の、おおおお、マジ？この場合は 4P か。いや、ちょっとここでは無理か。3手ぐらいでぶっ飛ばしていこうと思ったんだけど、まあ、一応暴れる感じで打っていくぜ。行ってこい。あ、待って、マジ。いや、しかも、え、ファーストキラー忘れてた。ファーストキラーって、マジでもよ、忘れるよな、本当に。今回はしっかり乗っけて、SS の純粋な威力を見せてください！半端ねえわ。いいね、これは。いや、普通に強いんじゃない？これ。しかも、オールアンチか？よく考えると。さあ、次は忘れず、しっかりとボス殴って、行ってこい。だから、ぐるぐる回って突破して、いや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 、いや、あ、エレメントエリア乗ってない時でも十分削ってる。まあ最後はペルセウスか。じゃあここちょっとパック使って時間稼ごう、見せやすくするために。パックってめちゃ強くね？やばくない？こいつ、本当に。あ、まあ、よくば、拾ってくれる。いや、もう OK、全然いいよ。さあ、これで最後、とどめを刺そうぜ。エレメントエリア2人分のやつを、ブリブリブリってやっていけるわけね。はい、完璧。クルパワー十分でしょ。まあ、プラズマって結構よ。まあ、お手軽友情コンボではないけども、まあ、使ってて結構楽しいし、まあ、威力出せるしってことで、まあ、全然いいのかなと言った感じだぜ。ね。OK。そんな次元気だぜ。あべ。